はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒缶はハメ痛い、前回の状態を続けて金を稼いで装備整えてで犬を助けてやろうという今の状況ですが、今回挑戦するのは桃太郎伝説3回目。はい、早速やっていきましょう。今と言った通りにね、リセットということで、今日はどのぐらい進めるかなっていうと、お金次第というような、なんだっけ、前回いきなりパスワードミスったからね。よし。で、まずね、買わないの前に、一個確認をしとかなきゃいけないことがあって、あれ？そう、鉄鋼。鉄鋼は、とりあえず、間違えた。これでいけんだね。お守りどうなんだろう。どうせならやってみよう。よし、2つとも使えた。ということで、ここから1500稼がないといけないんだよね。なかなかヘビーなんだけど、ちょっとなんだっけ、ドブネズミか。ドブネズミが出てくれると楽かもしれない。とにかく、まず、どっちがいいんだろうな。感覚的には、500の装備整えるより、でも500の、どっちがいいんだろうな。でも千の朱雀の剣を手に入れてから如月の銅を手に入れる方がここら辺で戦ってる分にはいいような気がする。あ、年齢が7歳になってる。あ、前回のプレイの最後の時も7歳だったか。そうだね。やっぱパスワードの中に時間が埋め込まれてんだね。すごいよね。わざわざね。感心するよね、それは。え、これ出てきたっけ、前回。これもしかしてあれか？おにぎりがかびたりすんのか？強いな。
26とか今ダメージ与えてるのにまだ。マジで強くないこれ。マジですか。マジでこれ強いよね。ちょっとどういうこと。はあ。強いのにこれか。つらいな。つらいな。結構あれだな、バランスがよくわかんないな。まあいいよ、こっち行ってみようか。とりあえず1000稼ごう。まあ、やれることないからね、戦う以外にね。わよし。全然稼げないね。でもドブネズミ出てこないと稼げないな。よしよしよし、来たぞ。よし、よし、この調子、どんどんドブネズミ、どんどんドブネズミ、あー来ないか。いやThank you.
いやー全然たまらないな。先にレベルが上がるかもしれない。でレベルが上がって左の上の方に進みやすくなってるかもしれない近い将来。でも 2日目で9段でしょ。3日目でこう13段ぐらいまでいく感じじゃないかなっていう気がするんだけど。まあ無言になるよね連打だけの人になってる。いや今日達成する目標っていうのが結構モチベーション高まりそうなものなのに、なぜかこう経験値稼ぎで今どんよりしてますよしいいぞ来い。12ぐらいでいけちゃうのか。あ、少なかった金が。なんでだ。誤差。ランダム？よくわかんないな。人間に400だけど、やっぱ1000貯めたいからちょっとまだまだ時間じゃねえや、まだまだかかりそうです1000いかないとな、やっぱり。違うな、あと5匹ぐらい倒すとやっと500になるだけか。1000にしたいんです。1000 計算がどうも500に引っ張られるダメダメダメ。
3ターンコースかな。マジか、マジか、ショック。やばい、眠くなってきた。やっぱなあ、あと900ですよ。あ、そうでもないか。1000の武器を買ったら500で買ったやつを売るから結構楽かもね。それでよし、おお、レベルが上がったか。
よし、3ターン耐えろ、3ターン。あ、2ターンでいけた。一撃で倒せるのはすごいな。ここら辺のここら辺の敵を一撃で倒せるのはすごいな。すごい進歩だな。これはいい傾向です。稼げます。10体倒すと130ゴールドです。あ、量か。いや、なんでゴールドって出たんだ。量ですね。あ、15だ。だから 10体倒すと150秒ですね。よし、7来い、7来い。よっしゃー。あ、8じゃなくて、やっぱ体力8なんだこいつ。おお、あと4体ぐらい。そんなことないか。あと6体ぐらいか。あと2体ぐらいか。あ、これで終わりだ。よし、終わりじゃないんだよな。まだ終わってないんだよな。次があるんだよ。よし、よしよしよし。これでまず武器、よーし。スザクの剣です。スザクの剣、
アスカの剣。あと如月の銅500だけ。よし、意外とここからが大変かも。強いな、強いな。お、来い。うわー、いきなりか。でも3与えられるんだったら大丈夫。7、10、あと一撃です。よっしゃ、すげえすげえ。よーし、ドブネズミあと2匹でもいいよ。いいね、いいね、いいね。よし、よし、あと一匹かな。よーし、意外と時間かかってるな。わあ、オッケー、関係ないね。よーし、これで待つ。キサラギの銅、これで全部かな。よし、これで質屋に持ってって、よし、これで これなんだっけ。あ、これか、これか。
わしは花坂じいさんじゃ、村ではよからぬ噂をしとるがわしを信じるじゃろ。いいえ、よくぞ正体を見破ったり。わしはこの村を支配する銀の鬼じゃ。これでも喰らえ。9ポイント17ポイント27ポイント。おお早いなでも経験値もそんなでも、あれもう何もないのね。やられた的な何もないのね。なんだ、ああ花が咲いた。私はポチの血を引く犬です。よくぞ銀の鬼を倒してくれました。お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。旅のお供をいたしましょう。はい、犬はお供にしたことにより桃太郎の攻撃力は15上がった。よし、チビ、あ、そうか、そういう効果もあったんだっけ。よーし、金太郎の次は金太郎の村なんで、いや別にあの決めてないんだけど、勝手に決めないでくれるかな。これは別にいつ行ってもいいセリフだな。いやいやいや、一つがある。ああ、じゃあねえ、こっちか。お、桜じゃうい、この桜吹雪が見えねえか。ウィー、酔っ払っちまった、酔っ払っちゃった。そうですか、そうですか。お、枯れ木に桜が生きててよかった。ま、何万だ、何万。まあいいや、後でチェックしよう。ふぅ、まあ大丈夫でしょう、3だったら。おお、16ポイント。すごいな、すごいな。まあそりゃそうだな。あ、なんだ、ここ空いてんじゃん。
あ、これがあれか、ちょっと待って。まさ、大地の仙人、じゃ狩猟に来たのか。3、結構受けるな。8ポイント。21ポイント。33ポイント。お、44ポイント。お、勝った勝った。六角くん、ちょっと待って。すみません、戦術を教えたはずじゃ。はい、鬼ヶ島を目指せ。はい、あ、回復してんのか。さて、あれ、あの下のお地蔵さんなんだっけ、あれ。やべ、これ長引くなあ。でも全然違う、前回、あ、前回、今回もう忘れたわ。すげえ、これ早いよ、すぐ終わるよ。前回なんか3とか4とかちょろちょろだった気がする。かといって経験値入んねえし、無駄なんだよな。あ、こいつ大好き。金太郎の村だっけ。金太郎の村の状況を把握するとこまでやりたいな。お、あれ、これ出てきたっけ、今まで。なんかすごい強そうに見えるけど、やばいな。あ、そういうことか。銀か、あ、でも銀の鬼もダメージあんま食らわないな強えな。あ、なんかある。よしよし、
よし。ついちゃった。やばいな。今回サムネイル犬関係で行こうと思ったけど、ちょっと待って、読めなかった。昔は金太郎もいい子だったんじゃが、村の大事な矢倉大工を盗んでいきおって。ああ。金太郎が相撲に勝ったら矢倉大工を返すというが、めっぽう強いんだ。あ、これは次回だな。ちょっと待って。入るつもりだけど、あっちゃった。まあいいや、これパスワードか。あ、ここでパスワード取れるからいいな。まあいいや、これからだろ、どうせ。あ、いるよ。いるよ。わしはエティシャじゃ。よし。おう、この村の周りの鬼たちの強さよ。早く騎乗を共にすることじゃ。いや、勝ってるんだけどな。おう、六角の術は、ま、かなりの技を使い切るとな。かなりの技を、あ、そういうことか。むやみに使う、あのことじゃ。いや、それ知ってるから。おう、この村へは九段で来いとな。今、九段でないなら早く来すぎたよ。絶対遅かったってことだろう。いやいやいや。なんで早いこと前提に。ん？なんだこれ。儲かりまっか、両替の糸一グループでも初めてのかでっか、はい。ほな、トイチアグループの仕組みをご説明し、1回1000両ずつお預かりとお引き出しができます。要するに、あれか、死んだ時の救済か。でも、高い。死なないこと前提でプレイしてるからいいや。この村の人々はみんなお祭りが大好きじゃ。そっか、それはあれ、さっき聞いたか。あの櫓に太鼓があれば大好きな祭りが毎日できるんじゃ。いや、しなくていいよ、毎日。おお、ああ、踊りてえだよ。おお、お祭りがして。で、宿屋があって、あと何があった？武器屋あったっけ？へい、あった、へい。へいへいへい。さて。鹿の旅。100。神、か、ん？かくれみの300。陣羽織。500。サラリの銅はもう持ってるからこれはいいだろう。で、弥生の銅、あれ弥生の銅、スザクの剣、これ前回買ったやつだろう。なるほど。で、100個この剣3000目標に。とりあえず鹿の旅と隠れ蓑を買ってみよっか。鹿の旅、はい。で、隠れ蓑、はい。で、あれ隠れ蓑のはどこ行った、あれ隠れ蓑のはどこ行った、ん、隠れ蓑のはどうした、あれ隠れ蓑のは関係なかった、ん、ああ、そういうことか。
そういうアイテムか。隠れ蓑のは違ったのか。なんで普通に 見えてんのあなた。いや、夜になると向かいの島からケンケンと鳴く声が聞こえてくるな。いや、ちょっと見にくいだけなんだけど、隠れ蓑のは違ったか。そっか、それはちょっともったいないことしたな。うん、300もったいな。よし、お金を貯めましょう。とりあえず今回は金を貯めるターンに入りました。ちょっと隠れ蓑は、あ、ちょっと待って、これって、え、ちょっと待って、これって右に行けばいいのか。右依存するのね、出口に。あれ、あ、関係ねえのか。そうじゃなかったか。声方がよくわかんないけど、まあ隠れ蓑のはちょっと後でなんか検討が必要。まず陣羽織、あ、関係ない、こういう作りか。なるほど。あ、まあいいや、もう高いから、もう3000はなかなか難しいな。今日やるにはちょっと難しいな。ちょっと遠くに来すぎたか、一回戻ろう。危険な気もする。やべえ、危険だ。大丈夫か。ほう、レベル上がった。なるほど。ちょっと一回戻ってマップのちょっと確認をしないと。こんなに来ちゃダメだ、来すぎた。クマネズミ、よし。おお、すげえ。やっぱネズミいいな。お金入るな。塗り壁。これなんかあるな。まあ一個なんかありそうな場所。よし、ん、生地かな、あれば。でもまずこの上の方に何があるか、ちょっとマップを見ておこう。ほうほう、鎧トカゲは、あ、これまずいな。上は行かないと、下行こう。なんだかこの辺挑戦してる間に今日のプレイが終わるような気がするな。ん？なんかキモい。色がちょっとキモいかもしれない。でもそんな強くない。よし、
ここ結構稼げるぞ、ここはいいな。ちょっと待ってよ、鬼ババア久しぶりになんか鬼を見た気がする。よしよし、やばいなこれ。そんな感じか。結構警戒しなきゃダメかもしんない。危ないな、単なる行き止まり。でもここは結構稼ぎ時だな。ここは稼ごう稼ごう稼ごう。ここ稼げることが分かったから別に次回稼いでもいいや。何言ってんだよく分かんないけど、とりあえず今買えるものを500で買えるものができるから、よし、これ戻るのがめんどくさいって予想しちゃったけど、戻るのがちょっと惜しいのでこのまま稼ぎ続けよう。あ、なんかある。なんだ。なんか強いのかと思ったら、そうはそれか。巻きついて、あ、でも巻きついてきてもダメージは あんまり与えられない。よし、犬大活躍。あー、なんか階段があるし、あるし、階段があるし、あ、なんかいっぱい階段あるし、頑張ってくれ犬。一回行ってみようか。これなんだっけ、花？
なんか力がいるのか、なんかアイテムがあるのかな。あ、やべえ、こいつ強かった。よしよし、危ねえなこれ。帰るか。うわ、いきなり怖怖怖怖怖。連続ビビった。連続っていうからいつも通りこう十何とかが2回いくのかと思った。あっぶね。 なんでいきなり弱くなったのこの人。この人じゃないや。え、なんで。あ、この炎のつぶてが強いのか。え、なんで。ちょやばいって。やばいって。マジで。マジか。あぶね。オッケー。オッケー。あぶねー。あぶねー。あぶね。ちょっと。ちょっとルーラー、ルーラー。ルーラください、ルーラ。いやー、怖っ、怖ー。怖っ。いやー、よくあるんだよな、ここら辺で気が抜けるっていうのは。いや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 、あぶねー。これ左の方だったよな、確か。あああれ、こいつ強かった気がすんな。そうでもなかった。あ、でも体力あるな。よしよーし。いやー、怖かったー、怖かったー。よし、これで装備だな、装備。装備を、なんだっけ。どれだ。ジンバオリか。ジンバオリ。道具。ジンバオリ使う。ジンバオリ、はい、オッケーオッケー。よーし、これでちょうどいいとこにいるので、今日はここまで。3条、よし。ということで、今回ジンバオリまで手に入れたから、あとで隠れ蓑はちょっと後で考えよう。ということで、次回は弥生の胴と白虎の剣を手に入れた上で、金太郎か雉かどっちかの対策をやることになるんじゃないかなという気がしています。
はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんな企画やった方がいいよとか、こんなゲームをやった方がいいよ、こういう理由でとか、いろいろコメントいただけると助かります。また動画の拡散、 SNS での動画の拡散よろしくお願いします。以上、酒缶でした。